743ホンダ R&D チャレンジを応援しているなるみんこと葵なるみです。ありがとうございます。私たちホンダ R&D チャレンジはシビックタイプ R の開発メンバーを中心に立ち上げた従業員チームで、市販車に近い形でスーパー耐久シリーズにチャレンジしています。ドライバーはニュルブルクリンクドライビングインストラクターの平地純一選手、石垣宏樹選手、小林天翔選手、そしてこのオートポリス戦から新しくデビューした尾藤明選手を迎え、5時間耐久レースにチャレンジしています。しかし本日の決勝レースなんですけど、743号車マシントラブルもありスタートが1時間遅れてスタートしました。表彰台を目指していたのですが、もう今はしっかりチェッカーを受けるということにシフトチェンジし、本当にもうチームメンバーが一丸となって最後まで頑張っています。スタートできた時は本当にメカニックさんたちの団結にすごく感動してうるうるとしていました。なので皆さんも私と一緒にどうか最後まで743号車がチェッカーフラッグ受けれるように応援してくれると嬉しいです。この後も応援よろしくお願いします。